大した怪我でなくてよかった神経も切れてないそうだまこれっきりにしとくんだなあんな命をドブに捨てるような真似は大体いいあんな最低のクズみたいな連中と意地を張り合ってどんな意味がある無意味に突っ走ることもありますよあの時はもうそんな気分だった俺に流れる血が 曲げることを許さなかった。あそこで降りるくらいなら死ぬ。それで本も。そうやって助かった命で何をするのか。それが見えぬ限り、ただ生き延びても何が何やら。それより死ぬ時には死ねばいい。相手が狂人だろうとなんだろうと、死ぬ時が来たなら、ただ死ねばいい。違う 生きながらえて初めてたどり着く境地がある。そんな腹じゃ、お前は異端止まり。歳に振り回されるだけの人生、生き方としちゃ三流。なぜ気づかぬその歳で何かを築き上げたなら、世界をつかめるぞ。支配できるぞ。すべてを。<laughs> 興味ねえな。